次は矢引きの棚、秋口とか非常に浅い時にやる時です。こう矢を引くように、ここです。これが矢引き。でも人によって腕の長さ違うんで、何センチとかっていうふうには決まってませんが、大体の、感じはこういう感じです。矢引き。